まだ終わらないね、シリンたち。長いね、だいぶ長期戦ですね。さて、彼女たちの試合も終わる気配がないようだし、私はそろそろ部屋に戻るとしよう。今何時だ？22時30分だね。そうか。なら俺も一旦部屋に戻るか。なんだよ、二人とも帰るのか？どうせなら最下位決定戦まで見届けてからにしろよ。健闘になる。頑張ってください。同じく。チェ、薄情な奴らだぜ。勝てるといいね。お前が代理で戦ってくれてもいいんだぜ。私は多分ポーカー弱いから。そんなのやってみなきゃわからねえだろ。俺よりお前の方が強いかもしれないぜ。そうかな。それなら試してみるかい？ちょうどここにトランプがある。持っていたの？トランプ。まあね。僕の私物だけど使ってもらって構わないよ。遠慮食材めんどくせえ。私はやってみたい、ポーカー。本気か、お前。少しだけやりたい。私、誰かと対戦したことがなくて。どうする、ハエテ。仕方ねえな。じゃあ、あいつらの試合が終わるまでぞ。あとやるのは、普通の、クローズドポーカーだ、いいな。よろしくお願いします。なら僕はカードを配ろうか。ああ、頼むぜ。ノアちゃん、ポーカーデビューだね。さて、じゃあこれが10回目の対決だね。結局10回もやる羽目になったぜ。ったく、あいつらいつになったら終わるんだよ。だいぶ長いよね。じゃあ、早く。一度目のベッティングが終わったところで、手札の交換するかい？いや、しねえ。これで勝負する。ノアは？カード交換するかい？今の手札は役なしだけどどうしようかな。あら、選べるね。交換しましょうか。じゃあ、5枚全部交換する。すごいな。かなり大胆に出ましたね、ノアちゃん。わかった。あんまり良くない手札と見た。降りてもいいんだぜ。大丈夫、これで良くなったから。強がるなって。チェック。ベッド。コール。オッケー。じゃあショーダウンしてくるかい？ストレート。フルハウス。嘘だろ、マジかよ。すごいな、5枚交換でフルハウスか。やったー、チップもらうね。これでノアが逆転したね。なんでだよ、さっきまでお前ずっと負けっぱなしだったのに。ダニエル、まさかお前がイカ様してんじゃねえだろうな。証拠がなければイカ様じゃないよ。さっき聞いたな、詐欺師め。お、ソビエさん、やったー、これで私の勝ち。勝負ありだね、シーリン。向こうも終わったみたいだね。やっと決着がついたか、待ちくたびれたぜ。ねえ、ソフィア勝ったの？ソフィアの圧勝だよ。ほとんど何も脱いでない。マジで強いんだな。待ちな。まだ勝負慌てないよ。私は。まだ脱げる。どういうこと？うげえ。ほとんど裸で何言ってんだ、このババア。シーリンがこうやって食い下がらなかったら10分で決着がついていたんだけどね。シェリン、今度は何を脱ぐの？親指の付け爪？ダメよシェリン、これで最後って約束したじゃない。そんなことばかり言っていたらキリがないわ。本当に長かったぜ。おや、もう23時だね。マジかよ、何時間やってたんだよお前ら。もうあの二人がね、アルバさんとジョーさんが部屋戻ったのが22時30分ぐらいだったよね。リサさん、ちょっとなんでここに服が散乱してるのよ。踏むところだったじゃない。リサ、あんた随分と寝坊さんだね。ニナーならとっくに終わってるよ。ねえ、分かってるわ。
論文を書いていたら時間を忘れてしまっていて。キッチンにリザの分が残ってるわ。よかったら食べて。ああ、そう。悪いわね。そうするわ。お、ジョーさん。なんだ、まだって言ったのか。飽きないな、あんたたちも。なんだ、以上。あんたも参加しに戻ってきたのかい？冗談やめてくれ。酒を取りに来ただけだ。すぐに出てく。ここで飲まないのかい？どうせうるさくなるんだろ。俺は書斎で静かに飲ませてもらう。ジョー、キッチンにチップスも用意してあるから、よかったら一緒に持って行ってね。ああ。いただく、ありがとう。ジョーさん、いいなぁ。汚い手で触って本を汚さないでしょうだよ。ああ、気をつける。よし、準備完了った。じゃあ、早てこっちに来な。決勝戦と行こうじゃないか。お。決勝戦？最下位決定戦の間違いだろ。じゃあ、ルー、今回もディーラー頼んだよ。リザ、あんたもこっちに来て一緒にどうだい？遠慮しとくわ。食事は静かに取りたいから。じゃあ、私はリザのところ行こうかな。料理の後片付けも進めておきたいし。そうか、よかったよ。ダニエル、おちびちゃん、あんたたちは？僕らはそろそろ戻るよ。おい、待て、ダニエル。俺を見せていくつもりか？俺をこの女と二人にするか？僕もいるけど。悪いね、ハエテ、ノアが。私は残っても大丈夫だよ。ここでそれを言っちゃうノアちゃん、いいよね。このまま二人の対決を観戦するよ。そうかい、それは大歓迎だね。こっちにおいでのは。なら僕も残るよ。よっしゃ、じゃあさっさと始めようぜ。そうだね、ルー、カードを配ってくれるかい？わかったよ、ルールはさっきと同じでいいよね。カード交換が1回で、2人とも役なしの場合はノーゲーム。オッケー、それで行こうじゃないか。長丁場になりそうだぜ。気合い入れねえとな。僕が途中で寝ても起こさないでね。わかったよ。じゃあ二人ともカードを配るね。二人とも頑張って。はい、じゃあ商談。よっしゃ、俺の勝ちだな。まだまだこれからだよ。ハエテさん優勢なんかな。はい、商談。くそ、負けた。結構接戦なんかな。当然だよ、墓場を脱ぎなくすわけ。いい勝負なんだろうな。接戦だね。こんなに決着がつかないなんてもはや奇跡だよ。ノア、リザがこっちに来て一緒にハーブティー飲まないかって。ねえ、嘘、まだ終わってなかったの。もう0時になっちゃうわよ。ちょうどこれが最後の商談だよ。二人とももう脱ぐものがないから。いよいよここが正念場だね。まさか私がこんなガキにここまでやられるなんて。長い道のりだったぜ。ここまで来たら絶対に負けたくねえ。二人とも準備はいい？行くよ。OK。来い。3、2、1。商談。2ペア。3カード。来た。見たか、天は俺に味方したぜ。よっしゃ、勝った。皿洗いよろしくな。待ちな、まだ終わっていないよ。私はまだ脱げる。まだ言ってる、シリンさん。
ちょっと何言い出すのシエリン。バカ野郎、お前それ以上の集体をさらすか。させねえからな、俺の勝ちで終わりだ。上の布、それとも下の布かい。おいバカ、煽るなダニエル。ご期待に添えなくて残念だね。どっちも違うよ。私は脱ぐのか。これさ、な、それ僕たちがフローラから預かったペンダントだね。お前今それどっから出しやがった。今着てる服の中から出てきたのさ。私としたことがずっとここにしまっていたのをすっかり忘れていたよ。こんなの認められねえ、無効だ、ノーカウントだ。でもちゃんと身につけていたよ私は。そうだよねディーラーさん。そうだね。じゃあ有効で。有効で。よし、じゃあこのペンダントはここに置いておくよ。はい、これで一つ脱いだよおちびちゃん。なんだよそれ、そんななりかよ。何、まだ終わっていないの。いつまでやってるのよあんたたち。次で本当の本当に最後だよ。なあ、そう、じゃあ見届けようかしらね。負けた方が命を失うんだったかしら。すごい壮大になってる。皿洗いだ、物騒なこと言うんじゃねえ。はい、じゃあ2人ともカードを見て。カードは交換する？しない？するぜ、5枚全部。私も全部。おお、なんだかやけになってない2人とも。2人とも役ができなかった場合はどうなるの？ノーゲームだよ。ああ、それで時間かかってるのね。これでよし。じゃあこれで全部交換し終わったから、2人ともショーダウンの準備お願い。了解。いつでもいいぜ。じゃあ行くよ。3、2、1、ショーダウン。おっしゃ、3カードロイヤルスライドフラッシュ。ここで来るか、すごいな。すごい最高役だよね。私初めて見た。いやいやいや、そんなわけないだろ、そんな簡単に出る役じゃねえんだぞ。でも実際だぞ。どんな確率だと思ってんだ。出たら死ぬって言われる役だぞ。中連ポートかな。麻雀の役満だよね。すごく出すのが難しくて伝説の役満って言われてる。ちなみに純粋にロイヤルストレートフラッシュが出る確率は 0.0015%、 65万分の1。すご。中連ポート天砲が出る確率よりもかなり低いわ。イカ様じゃねえだろうな。じゃなかったら本当に死ぬぞお前。望むところだよ、私の勝ちなら何だっていいさ。ルー、シャッフルはちゃんとした？できなかったかも。固まってたんかな。あんまり大きな声で言わない方がいいね。じゃあ最下位は晴れたらね。食器はまとめてあるから洗い物お願いね。畜生、納得いかねえ。絶対ありえないだろ、どんなイカ様使いやがったんだ。見抜けない限りは君の負けだね。ああ、世の中は理不尽だらけだぜ。ていうことで私は飲み直すけど、さて私の勝利の酒に付き合ってくれるのは誰だい。僕はシャワー浴びに行ってくるね。ソフィア、ノアお願い。ええ。じゃあノア、また後で。真っ先に出てったな。ダニエルさん、な、逃げやがった。じゃあノア、ダニエルが戻るまで一緒にハーブティー飲もっか。うん、そうしましょう。じゃあ俺は皿を洗ってくるんで。ていうことはつまり彼女のお相手は私ってわけね。いいよリサ、僕が。あんたアルコール弱いじゃない、倒れるわよ。
そうだけど。気にしなくていいわよ、慣れてるし。まあ横で適当にアイスでも打ってくれたら助かるけど。じゃあそうするね。なんかごめんね、リザール。いいのよ。シェリー、何が飲みたいの？何か言ったかい？お酒、何を用意すればいいかしら。なあ、酒なら何でもいいよ。出そうよ、ルー、適当に持ってきてくれるかしら。わかった、すぐ持ってくね。じゃあシェリーは二人任せて、私たちは向こうに行こっか。うん。ああ、そうだ。ソフィア、私がハーブティー入れてもいい？うまく入れられるかわからないけど。いいけど、どうして？ソフィアはずっと働いてばかりだから、少しでも休んでもらいたくて。優しいね。ね、ありがとう、すごく嬉しいわ。じゃあ入れてくるからテーブルで待っててね。ねえ、やけどには気をつけてね。楽しみ待ってるわ。ねえと、ハーブティーの茶葉は。お、ハエデさん、そっか、食器とか洗ってるのかな。ハエデ、何してるの？ああ、なんだお前か。いやさ、さっき竹筒から出したオルゴールをいじってたんだけどよ。壊れて音が鳴らないって言ってたね。そう、それだ。壊れてると思ったんだが、なんかこいつ中にスピーカーみたいなのがついていてよ。多分普通のオルゴールみたいに金属板を弾いて鳴るんじゃなくて、このスピーカーから音が出る仕組みだと思うんだよな。どうにかして鳴らねえかな。お皿洗いしなくていいの？確かに。気になって洗えねえんだ、どうにかしてくれ。のは私は無理だよ、別の人の頼んだら。ねえ、別の人って誰だよ。オルゴールを直せそうな人か。さあ、ソフィアさん、ダニエルさん、アルバさん。ダニエルさんかな。ダニエルはきっと何とかしてくれるよ。ああ、そっか、確かにそうだな。アイス今バスルームだっけ。うん、後で聞いてみたら。それまでお皿洗いですね、戻ってくるまで。いや、今聞いてくるぜ。今行くんかい。ね、でもお皿洗いが。それは後だ、今こっちが重要だからな。てことで、ソフィアに何か言われたらお前からうまく言っておいてくれ。え、頼んだぜ、じゃあな。大丈夫かな。まあいっか、ハーブティー入れよっと。ソフィア、ハーブティーできたよ。まあいい香り、ありがとう。早速いただくわ。どうかな、美味しい。今まで飲んだハーブティーの中で一番。お、よかったよかった。大げさだよ。ううん、そんなことないわ。誰かに入れてもらうハーブティーってこんなに美味しいのね。喜んでもらえてよかったよ。また入れるね。本当？ありがとう。そうなんだ。そうなの、びっくりしちゃうでしょ。なあ、ごめんなさい。なんだかさっきから私ばっかり話してるわね。うん、大丈夫だよ。私もソフィアの話が来て楽しいから。そう、それならよかったわ。ねえ、そういえばノアはもう洋館のみんなと仲良くなれた？うん、そうだね、みんな優しいから。よかった。変わった人ばかりだけれど、みんなとってもいい人たちよね。私、外の人たちも大好きだけど、こうやって洋館のみんなと一緒に暮らせてとても幸せ。全部ノアのおかげね。そういえばノアの魔法の道具って結局どんな道具だったの？このトランプのこと？うん、あまり詳しく聞けてなかったから。多分大事なことを自動で記録してくれる道具かな。ほら、こうやってみんなから聞いた情報が枯れていくの。本当だ。
私の情報も書かれてるわ。ソフィアの魔法の道具は靴だったっけ？ええ、そうよ。靴にお願いすると好きな服に着替えられるの。マジでいいよな、それ。あんまり使わないけどね。見たい？うん、見たい。じゃあ、どんな服か、ノアが決めて。じゃあ、青いドレスがいいな。わかった、青いドレスね。じゃあ、行くわよ。おお、すげえ。すごいけどさ、こっちも気になっちゃった。こっちも気になっちゃったんだけど。じゃん。どうかしら。ああ、すごい。素敵だね。本物の姫様みたい。そうかしら。このまま舞踏会に行けちゃうね。王子様が放っておかないよ。ありがとう。そう言ってもらえてとても嬉しいわ。はい、おしまい。また見たくなったらいつも言ってね。次もノアの好きな姿に変身してあげる。うん、またお姫様になってね。どうしたの？ノアの王子様が戻ってきたわ。お、おやおやおや。ダニエルさんじゃありませんか？お待たせ、ノア。彼女はありがとう、ソフィア。おかえり、ダニエル。そういえば、少し前にハヤテがあなたに会いに行ったけど。なあ、彼ならバスルームで会ったよ。もうすぐ戻ってくるんじゃないかな。はや。ああ、いい歌だったぜ。ちょっとハヤテ、髪の毛、そんなに濡らしたまで来ないでよ。床が濡れちゃうでしょ。仕方ねえだろ、すぐに乾かねえんだから。いつもそんなこと言って。二人で入ってきたの、お風呂？ああ、そうだぜ。袴が濡れちまったから着替えついでに入ってきた。ダニエルもあれを直すのに結構時間かかっていたしな。頑張ったよ。ソフィア、よかったら次入るかい？まだ誰も使ってないからゆっくりできるよ。じゃあ、そうしようかな。ノアも一緒に入る？うん。私はまだいいや。後で一人で入るよ。そう、残念。じゃあ私先に入ってくるわね。うん。なあ、ノア、ソフィアにバレてなかったか？俺が皿洗いサボっていたこと。何も言われなかったよ。よし、ラッキー。ならもう少しサボるぜ。サボるんだ。今は何時だ？0時20分くらいだね。オーケー。じゃあ40分になったら起こしてくれ。そこで寝るの？寝過ごすやつ。おう。なんだか今日は疲れちまったよ。別に走り回ったりとかしてねえのにな。机で寝たら体に悪いよ。大丈夫だ。少しくらいなら。髪の毛が濡れたままだと風邪ひいちゃうよ。うるせえな。仕方ねえじゃん。俺の髪全然乾かねえんだもん、長いから。心配してくれんならお前らが乾かしてくれてもいいんだぜ。はい、これでよろしく。大丈夫かな。なあ、寒、湯冷めしまったぜ。なあ、このままだと俺風邪ひいちまうな。チラチラ、誰か乾かしてくれねえかな。引くといいよ風。ダニエルさん、乾かしてあげようか。ノアちゃん優しいね。優しいね君は。おお、極楽だぜ。こうやって人に奉仕されるのも悪くねえな。いつも自分で乾かしてるの？ああ、そうだぜ。当たり前だろ。一人で乾かすの大変だね。なんて？一人で乾かしたら時間かかっちゃうね。まあな、毎日お前らが乾かしてくれていいんだぜ。髪切ってあげようか？そうしたらもっと早く乾くよ。切るわけねえだろ。ずっと連れ添った相棒なんだぜ。
綺麗な髪だからもったいないよ。お、いいこと言ってくれんじゃん。ね、でも綺麗だよね。それにしても君の髪はなかなか乾かないね。だいぶかかりそうだね。フェードアウトしてる？ドライヤーの音が？生えて乾いたよ。早く起きて。髪乾いたよ。ああ、サンキュー。おう、なんかいつもよりいびとりがいいぜ。二人がかりで20分かかったよ。すごいな、なかなか。早いじゃねえか。俺一人だと40分かかるぜ。毎日大変だね。まあ、慣れちまったよ。毎日洗ってねえし。いや、なんでもねえ。じゃあ、俺は一旦部屋に戻って着替えてくるぜ。お皿洗いは？あとでやる。やらんやつや。そろそろソフィアに怒られそうだね。そうだね。何やる？その声は、その勢いは、ルー君か？ルー、どうしたんだい？そんなに当てて。シーリンさんと思った？どうしよう。シーリンが、シーリンが、何かあったのかい？とにかくこっちに来て。わかった、行こう。ノア。うん。え、何が起こったんだ？シーリン、大丈夫？動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。